第11期グランプリマックスベスト16 D タク4回戦実況の桜川姫子です。そして本日の解説は友竹正春が務めます。友竹さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは対局場の準備ができたようです。第11期グランプリマックスベスト16 D タク4回戦当杯の開始です。立ち会い人藤原貴博の合図により4回戦開始されました。ナビはチーチャから沢崎、ナンチャに魚谷、シャーチャにふもと、ペーチャに伊藤の並びで4回戦開始しました。ドラは9ピン、まあ、沢崎さんがね3連勝でね、はい、トーナメントですからトップっていうよりも当面のライバルより上にいればいいっていう戦いですけど、はい、かなりね有利になりましたよね。うん、そうですね。ここからのまた沢崎の戦い方もちょっと変わってくるのかなとは思うんですが、まあね、5回戦目をまあ楽っちゃおかしいですけど、はい、自分に有利に、ね、なるようにここの回も、うん、より余裕を持ってできるように、はい、いや終わるまではね何があるかわからないんですからね、はい、本当。対して伊藤魚谷は追う立場なので、まあ、要はふもとくんですよ ね。今テンパイ取らなかったんですけどね、はい、まあシャンポンじゃね2600のテンパイ取りたくないですよね。3色あるから。こちらは魚谷の手牌です、うん、こちらですね、うん、はい、3層とパーソンを浮かせてくっつきのテンパイを目指すというところでしょうか。チュンが統一は伊藤の手配、チーソ来ても急ソ来ても一応ね役割テンパイになるんで、はい、また統一では見ないと。ここは3層を切って、はい、ピンズのね多面ちゃんも目指せますからね、はい、パーピンとか引けばサブロー9ピンで高め9ピン積もれば3000-6000まで見える手なんで、はい、もっとも1回大きい手を上がればちょっと突き放せる、まあ状況ですから、うん、かなり有利に進められますからね、はい、さあ伊藤は本当はドラ切りたいんですよ今、はい、ドラを使っての上がりを目指している。大谷また前進して一通などが見える手配ですか。ただねカンパーピンになっても嬉しくないですからね、うん、何にも音がないね。そうですね、くっつかないですね、なかなか、ね、こういうのやだよね。3巡目にテンパイ外したらあと何にも有効なもの持ってこないっていうのはね、はい、ドラを引いてのカンパーピン、うわあ、まあ歓迎しないとこですよね、はい、歓迎しなくても取らざるを得ない状況になるかもしれない。あ、これも取らない、うん、これ小さい引いたらどうするのかな。振り手でリーチ打つのかな。打つ、いや3色ですか、うん、いや振り点だからそうですね、うん、どうしましょうかね。これいいとこ来たね。沢崎がカンパーピンを引き入れて、うん、6級相ターツを払っていきましたね、まあ、そこまで無理してもっていうことですからね。あ、これだよね。これリーチでしょ。チーピン、スーピン切ってリーチじゃない。さあチーピンを切って振り手6球層でリーチをかけていきました。9層だと3色の形。ほぼほぼローソはないんで。はい。9層は丸々残ってるでしょ。そうですね。4枚。はい。ね、どこに流れるかわかりませんけど。そう、沢崎もいいシャンテン。うん。役なしになりそうですね。ただ6球ピンは切りづらいですからね。はい、大谷が現物のチーマンを切っていく。あ、積もった。やるな。大谷、あ、失礼しました。ふもとが積もりました。リーチピンフツモ3色ドラ1 3000-6000の積も上がりとなりました。大きいですよね。大きいですね。積もだから振り点は積もるしかないから。そうですね。だから逆に言うと相手との差をつけやすくなるんで。僕は好きですけど、ね、勇気がいりますね、はい、
固まってたらとかって思っちゃうとなかなかちょっと踏み、まあ確かにね、込めないところはあります。ロー上がりができないっていう、ね、はい、絶対的な不利なところを行かなくちゃいけないわけですからね。あと2曲、あ、まあまあかな。そうですね、想像多め、ちょっと本一も見えなくはないですか、うん、ドラがウーマンです、うん、あ、ドラドラは沢崎の手配です。ただちょっと手はね、形はちょっと悪いじゃないですね、はい、多分魚谷さん本一行くんじゃないですか。魚谷は想像の本一に向かっていくだろうか、うん、さあ6万を引き入れてイペコの形ができたのは伊藤、行きますよね、伸びてきましたね。あ、ただまだ何を切って、うん、様子見ですか。うん、思い切って言っちゃう手もあるんですけどね。5、6と両面ですからね。まあ、まあ、そうなんですけど、1500では上がりたくないじゃないですか。そうですね、ドラがない手ですからね。これローピンじゃないんだ。レンチャンメインかもしれないですね。あ、はいはいはい、さあドラドラの沢崎また一歩進みました。確かに連チャンは大事ですけど、うん、やっぱり取れる時に取っとかないとっていうのもあるじゃないですか、はい、毎回高打点が狙える手が来るわけではないですからね、うん、そういうことです。チャンスがあれば上がりを目指した方が、ね、高い点数を目指した方が、はい、大谷が白をポンしていきました、うん、まあ石をいいシャンテンですよね。そうですね、サブロー9層とスチーピンなんですけど、ソーズが伸びたりすれば、まあ切ると思いますけど、だからウーピンのところでローピン切っちゃうのもあるんですけどね、はい、ソーズのくっつき見たくなるんですが、うんうん、お、これでどうしましょうか。切るんじゃないですか、ピンズを、あ、切らない、チューンを切っていく、まあソーズの受け入れが増えますからね、リアンパーソンも、はい、親の大谷はイーシャンテンです。さあ急走頑固になったのは伊藤、だそこまで自分がいいって思えてないからってことでしょうね。ああなるほど、ちょっといいわって感じたらピンズを払っちゃうと思うんで、はい、さあ初が出てこれをポンしたのはふもと、リアンシャンテンですね。数層があんこになってどこ、ドラダレですか。そうですか、ドラは切らない形、うん、さあこれでイーシャンテン、何にも言うことないじゃん、持ってこないね。そうですね、さあこの両ピンで手が止まってるのは沢崎、これをポンしてイー数層ウーマンで転敗ですね。数層とウーマンですとタンヤをで上がれる形、イーソはダメですからね。ただイーソ場に1枚切れてるだけなんですね、うん、こういうの積もっちゃうと嫌ですね。嫌ですよね。ウーマンは山にない、うん、上がれませんからね、はい、イーソはね。ここはこれで天敗、ふもとが天敗、町はサブローマンです。あ、これ危ない、このローマン危ない、危ない、ね、あ、ローマンとなりました。ふもとの上がりとなります。初1000点の上がりとなります。いや、ドライチですね。初ドライチ2000点の上がりとなります、うん、そして今上がったふもとの親番、ね、警戒ですよね。警戒でしたね。ドラはリャンマンです。かなりあら、いい、あらららって、まあそこまででもないか、ドラがないから。あ、ドラがないですね。あ、何があんこです、伊藤の手配、これは目指しますよね。ちょっとチャンタとかも見えますか。あ、もっといいですか、沢崎の手配です、今の。さあ流派が統一で形もまとまっているな、魚谷、うん、今回はちょっとぶつかりそうです ね、うん、ね、これウーワン切るんですか、1万の方、そこまで役にこだわらないってことですかね。なるほど、痛いですよね、これね。
まあこれドラドラって引けばまたね。まあ確かに、うん、ペンサワンが果たして嬉しいかしたらそんなこともないですからね、はい、イーシャンテン取るのか取らないのかですね。ドラが2万なので一応イーシャンテン取りましたか、はい、3万は取っておいてイーシャンテン。まあ、取ったってことは流派が出たらポンしてテンパイ取ると思うんですね。なるほど、流派ポンしてイスチピンのテンパイですね、うん、要はふもとくんが親ですから、はい、ここでね親にまた加点されるわけにはいかない、好き勝手やらせたくないっていうのもありますから、はい、さあ貫禄ピンを引き入れて十分系のイーシャンテンですね。イーシャンテンちゃんとがない形。佐々木さんもイーシャンテンなんですけど、ね、そうですね、一通は見切りましたね。みんないいシャンテンになって伊藤さんだけダメ。そうですね、ツモがなかなか聞いてくれない。ちょっとね厳しい。ああまあこれはまあまあまあターツがオーバーしてますからね、はい、そこまで気にしないと思いますよ、はい、サブロースオスチピンのいいシャンテン。龍は誰も持ってないですよね。そうです。あ、ふもとがテンパイ、親のふもとテンパイです。ウーパーマン。八はウーパーマン。ドラ。まあドラはちょっとね、切りづらいとか。龍、はい、自身でアンコにしたことによって大谷がリーチをかけていきました。八はイースチーピン。これ一万は行きづらいですけどね。ドラが2万ですからね。はい、どうするんだろう。やめた。もう完全にやめました。スチーピンは E ピンが2枚、うん、E ピン1枚ですね。3枚切れちゃってるんで、ね、あ3枚切れてる、うん、1枚 E ピンが1枚。スーピン意外とないんですね。チーピンもないんでね。チーピン、はい、あドラを重ねた沢崎、うん、あ E ピン積もりました。ラス、はい、リーズも流派1200の積も上がるとなります。またトンバは早い展開だね。早いですね。全然電ちゃんがないですね。ないですね。さあポン4局伊藤の親番となります、うん、多分伊藤が形になる前にこう決着がついちゃうっていうパターンが多いですね。大谷さんはなんとかねふもとくをかわしてトップになりたいと思うんですけどね、はい。さあ、大谷の手配は各番国営が統一、これはマンズに行くのか。ドラが1枚ポツンで、そうですね、段9万から切っていきました、うん、要するにドラにくっつけてもリーチつも厄介ドラ1で、はい、こいつに行ってもか差はないでしょというところですよね。なるほど、ここで3層も統一にして縦難しいです ね、 ねポンするかな。うん、さあ一面使う性は沢崎、これでドラが使えるようになった、うん、ドラが使えるってのカンフーピンじゃ嬉しくないもんね。ドラ表示牌ですもんね、うん、さあ伊藤は9万を切っていく。他の人もねウーピン簡単に出してくれるもんじゃないですからね、うん、ふもともドイツが4組になりました。カンウソを引き入れたのは沢崎。おドラドラになりましたよ。これはチートイツのイーシャンテンでもあるけどトイトイにするでしょうからね。トイトイでしょう。欲しい牌がねちょっと脂っこいとこばっかりなんでね。はい、ただ三層は山山みんな立て立てしてますね。ドラも1枚まだありますからね。あります。さあ流派を重ねて伊藤はどうするか。チンマンを1枚切っていく。スーワンの方を切るかと思ったんですけどね。なるほど、縦横それこそ嫌な感じですけど、はい、さあ流派が出ました。伊藤がポン、イーシャンテンです。イーシャンテンですね。一応イーシャンテンですけど、さあペか、これはもうこれいきますよね。スーアンコのイーシャンテンとなっているのは大谷。どっちを切るかですね。ポン
イーマモポン天敗はしてないんですよね。はい、イーシャンテンのが広がっただけですよね。はい、あ、天敗しましたよ。これはリーチでしょ。大谷が積もりさ数アンコウで天敗を入れました。リーチするかどうかの間ですか。はい、しない。ここは闇点としました。町は3層とローピン。3層は2枚山、ローピンは1枚山、3枚残ってますからね。これは3枚も残ってますから、積もり上がるとこれまた大逆転になりますね。行かないのリーチ。私は行くよ、ね、リーチって言っちゃいますもん。ちょっとみんなに一旦止まってもしてもらいたくて、積もりたいですもんね。はい、出てもふもとくんからは嬉しいですけど、酸素はこれ止まる人、沢崎さん止まるか。そうですね、沢崎は使える形。あ、なんかドキドキする。え、ドキドキ。どうですか、玉滝さん、積もりますか。積もりそうじゃない。さあ、伊藤はまだいいシャンテン。スーソー。テンパイ、イスーピン。テンパイ。シャンポンにするか、イスーピンにするか。イーピン握れ、スーピン一切れ。さあ、沢崎考える。リーチ打つかどうかを考えてるんですか。かけないですか。ここはウーピンを切って闇点としました。うん、大谷は闇点続行。さあ、ふもとも。どこ切るかですね。そうですね。あ、このイーピンは上がれない。上がれないですね。さあ、イースーピン対、あ、スーピン。あ、うん、上がれる方、沢崎の上がりとなりました。1300ですか。アイアンイケートですか。あ、26か、2600ですね、はい、2600ですね、の上がりとなりました。大谷さんがリーチ行ってても沢崎さんの捨て牌は変わらないような気もしないでもないですね。なるほど。いや、今の上がったらちょっとまた全然違 う積もっちゃうと上ですからね。はい、後手が大谷残念ながら実りませんでした。4回戦も難入いたしました。ドラはウーピン、沢崎の親番となってます。こちらが親の沢崎の手配、チューンとナンが統一。またしても白があんこは大谷。乱造から切っていきます。ピンズの統一も視野に入れているのでしょうか。さあ、シャーペーと統一はペーチャの糸。この本一ちょっと見たいですね、見たいですね。点数的にね、はい、ある程度頑張らなくちゃいけなくなってきてますからね。そうですね。さあ、ペー2枚目ですね。ポンを押していったのは糸。佐々木は一面使わせ、厄介2つありますからね、佐々木さんもね、はい。そんな無理することもないからっていうんで、ポン1枚目はポンしないかもしれないですけど、沢崎ですね、はい。トーナメントじゃなければね、ポンして点数取りきますけど、明日、はい、しましたね、はい。チュンを1枚目から沢崎がポン本一にするってことですね。今リアンソ切ったってことは、はい。さあ、イーソーを伊藤がポンですね、うん。あんまりいい感じはしないですけどね。沢崎は何はもう泣かないんですかね、ちゃんと。いや、泣くんじゃないですか。泣きますか、うん。伊藤に何が1枚本一にしたいですから、はい。ここでカンパーマンの地位を入れたのは大谷。こちらもいいシャンテン。間に合わないってことですか。うん、ここでペンサンマンの地位をしたのは伊藤。シャー出たらどうするんですかね。ポンですか。一つになっちゃいますね。裸短期、はい。あ、テンパイを入れましたね。大谷がテンパイです。サブローマンですね。今地はサブローマン。さあ、伊藤どうなる。毒を食らわじゃないですけど、
なかなかピンズを引いてこない沢崎。もう頑張りたくてもね、かなり煮詰まった局面になっちゃってますからね、ここからはちょっと難しいですよね、一色にしようと思っても。そうですね、三者が仕掛けを入れている状態です。パーソーですか、あパーピンの方行った、キューピンが3枚切れてる、うん、こともありますか。さあ流派重なりましたが、ふもとは対応している形です、うん、無理はしないってところですね、はい、現時点でリードしている側ですから。ただチートイツでの復活はまだありそうですか、うん、まあうまくいけばですけど。パーマンをチーしている大谷、ここはつもぎり、振り手になっちゃう可能性が高いから本質に行きたくてもいけなかったってことですね。パーマンチーですからね、うん、あ、そうかそうか、本質じゃなくて、はい、さあ難を自身であんこにして一応テンパイですか、テンパイ換算ピンですね。サブローはもういそうだけどね。三品は伊藤にが持っているだけ、これ危ないですね。ただ難がもう暗号で持たれているので、はい、流派はふもとが統一の牌、ふもとは仕掛けませんでした、うん、さあチートイツがイーシャンテンになったのはこちらふもと、イーピンとか引きたいですね。ね、あ、イーピンがこちら聞きづらいですよね、ちゃんたっぽいで仕掛けなんで。大谷の仕掛けですか、あ、伊藤もですね、うん、そうです、はい、2人がちゃんたっぽいんで、あ、元は流派の統一落としをしていきました。これでテンパイですね、何を切って関数ピン、今パパッと切られちゃったんですよね、はい、ちょっと残りが少ないですよね、はい、あ、関数、この何を大民間したのは親の沢崎。さあ、リンシャンからは3万は魚谷の上がりとなります。各ドラ1、2000点の上がりとなりました。また親が連チャンしないから、この回は早そうですよね、なんか、はい、あっという間になんかもう何曲ですから。そうですね、流曲も少ないんでね、うん、決着はついてますね、うん、何2曲、大谷の親番です、ドラは1万。さあドラメンツが完成している、うん、さあこちら2メンツ完成はふもと、伊藤の手配はまずまず良さそう、うん、まあ、伊藤さんはね絶対点数を3万点に復帰したいでしょうからね、はい、ただね、上がりまで結びついてないから厳しいですけどね、今も。そうですね、しばらくちょっとあの3案項ぐらいしか上がりが取れてないですから ね、 ね、これ一通があるんですけど、どうするか。スローピン切り、目いっぱいいろんなものに対応しようってことですね。なるほど、沢崎はドラを切っていきました。広げすぎちゃってもっていうのはあるんですけど、これはこれ痛いですよね。レシーがジャン島がなくなった、うん、あ、もう一回スーピン、いいシャンテンではありますけどね、はい、いいシャンテンではない、ヤンシャンテンか、ヤンシャン、そうですね、ジャン島がないからヤンシャンテンです、はい、ですね、そうですね。ふもとも形が良くなってきた、パーマン、これで3ピンを切って数層が入れば面単品とかありますか、うん、だけど望まないとこですよね、うん、自身としてはあそこまでマンズが出来上がってると、うん、ドラのいい間を引いて1通、はい、出来上がりたいですよね。1通できた時にどこを外すかはまた面倒くさい選択になるんですけど、うん、頭痛いですよね。そうですね、何が重なるかっていう、この関数層部分がなかなか変化しないですからね、うん、ずっと
ちょっと嫌ですよね。ここにあんこの半数層ですね。実際ないんですけども、はい、うん、これで両面にはなった。これで3色ですか、ゴロチ。ゴロチ。地層受けであればまだありますね、うん、2枚あります。どこも引いてこないもんね、はい、有効杯は今のところ少ないですよね、引いてくる確率は。本当に大谷もペン三品、うん、ペン三万のイーシャンテンですか、一応テンパイですか、はい、リャンパーマンで闇点を入れました。いやいや、スチーソーですね。あ、スチーソーですね。スチーソーで単品の闇点を入れております。うん、伊藤です。これ、チーソー積もったらフリデーにしかけんのかな。あ、しないかな。ウッパーピンのフリテンリーチですか。うん、どうする。あ、これでリーチですか。これでリーチですね。あ、しない。このパーピンで止まってるのは沢崎。パーピンをポンしてイーシャンテン。点数状況的にこれ数層積もっても、まあ実際は数層はないんですけど、はい、700、1300で上がりたくないじゃないですか、はい、自身の点数を考えると。そうですね、なのでリーチ行った方がいいような気もしないでもないんですけどね。ただ実際は高めしかない、はい、出ても7700積もると24000がなんか嫌なんですよね。うん、追いかける方なのでもうちょっと点数が欲しいところではありますかね。まあ7700だったら浮きには回れますけど、はい、そこまで安泰ってほどの点数じゃないんで。あ、積もりましたね、うん、タンヤオピンフ3色積も24000の積も上がりとなりました。この上がりで3万点にはなったんですけどね、はい、ただ現状ちょっと苦しい状況ですから。そうですね、ふもととの差はまだちょっと開いてますからね。南三局、ふもとの親番、ドラはパーピンです。こちらふもとの手牌。さあ伊藤の手牌こちらです。うん、沢崎なかなかまとまっている、うん、あ、大谷がとてもまとまっていますね。何を切っていくかちょっと迷う。悩ましい ね。ドラを引いたんで、ウーワンローワン外すのか、はい、難しいですよね、これ。リャンワン切るのか。うん、友竹さんは何を切りますか。わからない考えてください。いやいや、ウーワンローワンだと思うんですよ、はい、二度受けを切って、はいはい、ただイーペーコっていう役も欲しいですけど。そうですね、そう、うまくね、自分が思い通りにいくかって、これが痛いっちゃ痛いんですけど、うん、こんなすぐ引くならっていうところですか。さあ親番のふもとが何を重ねています。あ、そして何がもちもちになりましたね。これ伊藤さんはなんちゃだから出てこないですね。はい、伊藤はダブなんで欲しかったところ。まあふもと君は別に何が頭でもね、はい、役がちゃんと3色とか見えるんで、うん、さあ沢崎がイーシャンテンになってますね。イースーピン、うん、ウッパーピンのイーシャンテン。魚谷さんテンパしたらリーチ打つと思うんで、はい、どっち引いてもこちらですね。あ、これイースーワンとイースーソーの選択ですね。どっちがいいか。イースーソー、イーソーが場に2枚切れ、三層をちゃんとにしました。難しいんですよね、うん、どっちがいいか悪いか分かんないんですけど、6球ピンいた時最終手出しリアンワンだとなんかね、ウーワンローマンの切り出しなのにってなるじゃないですか、はい、難しいとこではあるんですよね。
さあ、コモトが前進してイーシャンテン。いいとこ引いた。さあ、伊藤もカンパーピンを引き入れた。だけどね、欲しい難がないんでね。さあ、サザキが一応役転敗を入れました。町はイースーピン。イースーピンはめちゃめちゃ、あ、そうでもないか。イーピンが2枚、スーピンが残ってますよね。スーピン誰も使ってないですね。まるまる残ってますよね、はい、六山、うん、さあ、大谷もいい手配だったんですが、すでにテンパイを入れている沢崎がいる。さあ、これで伊藤もいいシャンテン。ただ難はもちもち、うん、チーした。チーして、これで何切らなかったですね。何の後付けも、まあそうですね、はい、順ちゃんにしちゃうと絶対に肩上がりみたいな形になっちゃうんでね、はい、あ、スーピン、あ、違う、失礼しました。ん、危なかった。え、そうですよね、うん、はい、の上がりになりましたね、うん、はい、沢崎が積もりました。ピンフツも400、700の積も上がりとなりました。4回戦もオーラスとなっております。伊藤の親番、ドラは3ピンです。はい、どうでしょう。まあそこまでいいとは思えないですけど、まあ流派があるんで、はい、連チャンするにはなんとかなるかなっていうね。ここは連チャンしましょう、ね、しないとね、はい、さあ、あら、統一が3つのあんこが1つ、またね、さっき上がれなかったんですけど、はい、トイトイさんこね、はい、さあ、難を重ねたダブなんですね。ダブ難を沢崎が重ねた、うん、あら、あんこが2つですよ。現状だとつもり3個になっちゃうんですけど、ドラが3品なんですよ ね、 ね、スチーピン引いたら2機いくのかな。大谷ですね、3900じゃダメなんですよね、はい、3万点ならないですよね。もうこれスーピンか、ドラドラダブナン、ドラドラ、うん、まあチートイツイシャンテンですけど、これドラ切るな。そうじゃないですか、ローピンからですか。ローピンから、はい、ローピンからなのね。ドラ重なりもあるからね。はい、そうですね、そうですよ、ドラ重なりありますよ。 あら、これこちらもスワンコだよね。スワンコみたいな形になってきた。今度はドラ出たらポンできるもんね。そうですね。さあ、ふもとも形が整ってくるが、でも、ジャンプがない、うん、さあ、魚谷がつもりスワンコイシャンテン。魚谷さん、1枚目の1万はポンしなかったんですけど、2枚目どうするのかな。泣いてもあんまり意味がないからしないのかな。なるほど、ただ2枚目ですからね、どうしますか。本してね、3品来てテンパイ取らないっていう選択肢もないだろうから。うん、あ、沢崎がヤンマン2枚目でしたね、ポンしていきました。沢崎はイーシャンテンですけどね。イーシャンテンで、ふもとに急走が入って、ふもともジャントができてイーシャンテン。リュウハンもな、もう誰も持ってないんですよね。そうですね、テンパイですけど、これは何の肩上がりになるんですが、どうしますか。取りますか。取りましたね、何と何、うん、何は誰も持っていない、持ってない、だけどドラでは上がれないという。そうですね、テンパイ、スッチーマン、闇テン、ふもとがスッチーマンでテンパイを入れました。伊藤も3万、スチーマンは意外とないんだね、これ。数万がないから。
そうですね。数万がないからチーマンだけですよね。チーマンだけど3万のか。あ、伊藤が使ってるだけ。イーシャンテン。伊藤もイーシャンテン。大谷テンパらない。リャンマンがポンされてるのに今はどこにあるんだ。まあ川にね1枚出ちゃってるんでね、はい。残り1枚がどこにあるかなんですけど。みんないいシャンテンかテンパイ。何も出てこないですもんね。何も出てこないね。テンパイ。テンパった。あ、テンパった。今度はリーチでしょ。さあリーチと行きました。ドラを切ってつもりすぐアンコウのリーチに行った。ポンした。あら、沢崎がドラの先。ポンして何切るんですか。ポン、単葉ですか。うん。さあ町はイーマンとウーピン。いや両方ありますよ。イーマン1枚、ウーピン1枚あります。うん、さあこう。転廃していたふもとでしたが、3万が来て考える。やめですか。やめですか。さあ親番の伊藤もイーシャンテン転廃。ウッパーピン。ウッパーピンは現物。いやーこれなんかちょっと上がりそう。うん、今ウーピン。ふもとはやめている。うん、そして伊藤はウッパーピンの現物で待っている。なあ。そのままじとなんで上がってたんですけどね。そうですね。まあ、ウータニさんが補充になるんですけど、はい、ダブランドなどなんでね。ローソーは。行きますよね、酸素の。チャンスで酸素。これでチーマン短期ですか。チーマン短期ですね。チーマンは残り2枚だもんね。枚1枚か。2枚だよね。3ピン。ふもとくんからは出ないと思うんですが、はい、1万は止まる人いないと思うんですよね、これ。そうですね。リャンマンがないですもんね。ママはゲーム2。持ってこないもんね、誰もね、うん、誰のとこにも行ってない。あ、1枚がなくなった。あとはウーピンが1枚ってことは、ゆうこさんは報酬はないってことですね。はい、そうですね。伊藤のところにウーピンが来たらツモです、うん、ウーピンいない。あ、チーマン買っちゃった。あ、チーマン、そうだ、沢崎が転廃していました。単葉ドラさん7700のツモ、あ、大谷の報酬となりました。結局どうやっても報酬だったってことだ。はい、3品泣かなくてもね、なんで、なんで、はい、報酬ですから、ダブダンドラドラ。そうですね。さあ以上の上がりをもちまして4回戦が終了いたしました。トップからふもと、2着に沢崎、4着に伊藤、3着ですね。あ、3着に伊藤、4着に大谷という並びで4回戦が終了いたしました。引き続き最終5回戦となります。